ちゃおうというこの番組、ゼロから作るアニメ制作、略してゼロニー。はい、お届けするのはアーリーウィング所属声優の永野ゆきと、はい、またまた同じくアーリーウィング所属の加藤敦子です。そしてゲート原作でおなじみの小説家、柳井匠先生です。どうも、柳井です。そして今回も映ってないけどアニメプロデューサーの深瀬 P。 カメラやってます。入れ替わりでお送りいたしますが、1,2,3,4、あれあれ、大坪さん、大坪さんがいらっしゃらないのは、え、大坪さんがいないぞ、大坪さんがいないぞ、その代わりに置いてあるよ、代わりに置いてあるよ、大坪さんの大好物のバームクーヘンがあるのに、なんでなぜだ。あ、実はですね、大坪さんが忙しくなってしまいまして、スタジオ収録の日程はね、これなくなってしまったんですよ。じゃあ、ちょっと大坪さんのこの大好物を私がいただきたいと思います。なんで一人でしょ。2個ある、2個あるんだから分けはしましょう。だからね、このね、バームクーヘン置いとけば大坪さんも来るかもしれないので。え、召喚の魔法です。そういうことでございます。わかりました。まあでもちょっとですね、スタジオの方には来れないので、今ね、応援を頼んでるんで、少々お待ちください。わかりました。はい、了解しました。はい、ではですね、気を取り直して番組紹介の続きをしましょう。はい、で、この番組なんですが、どんな内容かと言いますと、その名の通り、ゼロからアニメ企画を作る番組なんです。詳しい説明を、ガノちゃん、よろしくお願いします。はい、任されました。はい、アニメを作るのはすっごく大変なんです。時間とお金がたくさんかかるばかりでなく、いろんな難解な事情が取り巻いております。はい、でも、それでもアニメが作りたいんじゃー。誰か、そうだ。だから、そんないろんな大人の事情を全部取って、はい、ネット配信で視聴者の皆さんにもご協力いただき、アニメ企画を作って制作までたどり着こうというのがこの番組です。はい、企画ナビゲーターを原作者の柳井先生、はい、プロデューサーを深瀬 P にやっていただいてもらい、我々声優陣のそのお手伝いをしたいと思います。はい、そして、アニメーションが完成した暁には私たちが声優をやっちゃいます。やりたいよ。楽しみだ。そうだよ。そんなアニメを作るコーナー、まずはアニメ企画ハンター。イエイ。期待料理アニメで流行っていることがあれば、一定料理教室体験をし、南に酒アニメが流行っていることがあれば、一定酒造見学をする。東でバレンタインデーがあれば、どんなことなら認められるかを、認められるかをチェックし、西で刀剣が待っていれば、日本の食べ人形しに行く。え、つまり実際に体験してより良いアニメ企画コーナーを探すコーナーでーす。はい、この取材に行く場所は、視聴者の皆さんから募集する、これが当たる、こんなアニメが見たいというアニメの要素を、キーワードを箱に入れて、それをランダムに引いて決めます。その取材の体験が全部集まった時、アニメ企画の完成。中二くってやったんだ。本当にやるじゃん。やるって。そういう風に今日やるように頑張りたいと思います。頑張りましょう。はい。ではですね、今回は皆さんにいただいているキーワードを箱に入れていきたいと思います。はい。ではですね、はい、いただいているキーワードを、はい、読んで入れてください。お願いします。はい、分かりました。これから行こうかな。はい、では一部読んでいきますね。ペンネームピカヤンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。高知県の方がそうですよ。おお、キーワード食べ放題。素晴らしい。いやね、いいですね。でも何の食べ放題かって結構気になるところですね。もう何でもいいよね。中華、スイーツ、もう何でもいいですね。焼肉、焼肉いいですね。じゃあ、はい、次どうする。じゃあ、これいく。はい、いいよ。ペンネーム、もこもこケツノスケさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。塩被害。潮干狩り？やったことあります？ないない。あ、本当にそう。なんか地元が海なかったんで、あんまりそういうのゆかりがなくて。いいな、やってみたい。私、瀬戸内海近かったんで、めちゃくちゃ小さい頃やってましたね。なるほどね。いいなぁ。海は絶対やな。うん。最後に。いきますか、どれいく？これ！あ、いいよ。はい。ペンネーム、しそまきおじさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。海！さっきの潮干狩り。あれだね、つながりがあるな。これなんかいけそうな気がしてきたね。いいですね、ちょっと故郷の方に帰りたい。今完全に帰ってきたよね。広島の方帰ってて。
今さ勝手に帰るんだよ。はい、いっぱい来てるけども、じゃあもう、はい、その他にいつもやっております。ありがとうございます。ありがとうございました。募集しておりますので、皆さんぜひぜひお願いいたします。ホームページからも、簡単にお便り応募できますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、あまりもボックスの中に入れちゃってください。そうか、入れちゃいましょうか。はい、ですね、今回番組の最後に抽選で一人の方にプレゼントがあります。おお、何ですか、プレゼント企画。そうなんですよ、まあ大したもんじゃない。誰がもらえるんですか。あなたたちには当たらないから安心ください。それでいいですよ。おやおや、なんでだ、大坪さんが来なくなっちゃうんですよ。商品大事なことだから仕方ないな。そうだよ。はい、じゃあですね、一人ずつ、今回大坪さんがいないので、はい、柳井さんまで一つずつ引いていきましょう。はい、わかりました。じゃあ、私めちゃから。はい、お願いします。てっ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 てお、はい、ロマネスクさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。登山、登山か、山登りか、今の時期いいかもしれないね。そうですね、雨さえ降らなければ。あー、梅雨ですね。そうなんですよね。じゃあ、今度私引きますね。よいしょ。さてさて、感じるかな。よし、お、さっきのカヤさん食べ放題、イエーイ、ありがとうございます。リクエストして行きましたね。食べ放題行ってやるぜ。ありがとうございます。やってやった。柳井さん、お願いします。はい、お願いします。だ、お、うん、誰だ、あ、変態ボー食べ放題。変態ボーって言った。ありがとうございます。海外旅行、海外旅行、海外旅行行けます。行けますよ。やったやった、はい、予算的には無理なんじゃないの。これはあれなんじゃない、慈悲、慈悲。さあ、2年後ぐらいの未来の計画立てておきましょう。ここで積み重ねていって、だんだん、おや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 、今じゃないなっていうな。あ、じゃあ歩く先の未来で、ね、今引いちゃったけどね。海外旅行はちょっと厳しいので、そうですね、ちょっともう一回、加藤さんもう一回聞いてください。お願いします。ごめんね、はい、先輩ボクさん。名前がすごいな、ヒカルボクさん。あれだよ、ヒトガノちゃんのあれだよ、声が行きたかったぜ。はい、お、大きなツボさん、ありがとうございます。おっと、スイーツ、おっと、スイーツ行きました。待って、これは決まった。なるほど、食べ放題、スイーツ、ほら、待ってる。あれから山登りして頂上でお菓子食べるとかかな。なるかな。どうしましょう。意外と高尾山に、はい、高尾山に、なんかね、ビッグコーナーがある。高尾山にですか。そうそうそう、結構有名なんだけど。あ、そうなんですか。札幌とかでもね、あれまだやってない気がするんですよね。期間限定みたいな。そう、はい、多分あのね、夏の時期しかやってない、ビアガーデンだから。うわー、そういうことなんですね。っていうと、どうしましょうね。ちょっとね、考えるんで、ちょっとフリートークを、はい、はい、お願いします。あ、わかりました。でも、スイーツと食べ放題はもう関連性が感じですよ。まあ、もうね、この2つはね、食べ放題自体はありますね。あんまりもっと食べ放題。皆さん、スイーツ食べ放題行きますか。嫌な人って行きますよ。いや、俺も、えぇ、そうなんですか。甘いも好きなんですか。甘いもの、酸っぱいもの、しょっぱいのも、まあ、全部行ける。好き嫌いじゃない、はい、素晴らしい。ちょっと意外でしたね。食べられないのは見た見かけがグロテスクのものだめでした。あー、虫とかはある。ございません。あれ、ここだけ、ここだけ、食べ放題のスイーツは別に混ぜなくてもいいってわけだからね。別は、なるほど。でね、だ
とですね、大坪さんのスケジュールを確認して、はい、ちょっとそちらの方に行きたいと思っております。はい。多分なんですけど、というかまあどういう話をしたかって多分。料理体験になるかなと思っております。料理体験、なるほどね。ちょっと皆さん準備をしといてくださいよ。はい、ちょっといやもう腕上げときますんで、料理のはい、ゆで卵以外も作れるようになってきます。はい、よいしょ。じゃあですね、ガノちゃんまとめてください。はい、ま、その前にですね、今回あの先ほど頼りをもらった方から抽選をしますので、もう一回さっき言った聞いたやつを箱に戻してください。はい、はい、よいしょ。はい、それではですね、柳井さん、はい、抽選しますんで、柳井さん引いてもらっていいですか。はい、先生、はい、先生、はい、まず、誰かな、誰かな、誰かな、はい、うわ、お、ピカヤさん食べ放題。おー、おめでとうございます。よいしょ。じゃあですね、素晴らしいプレゼント、素晴らしいプレゼント、ですね、皆さん、ピカヤさんに一言ずつ褒め言葉を、褒め言葉、褒め言葉を褒める、褒めて、ピカヤンさんに向けて一言何か褒めてあげて。今、なるほど、今、はい、カメラに向けてね、頼みますよ。今回、食べ放題っていう私得なお題をくれて本当にありがとう。ピカヤンさんのおかげでたくさん食べれそうだよ。はい、じゃあ次、加藤さんお願いします。加藤さん、もといあっちゃんお願いいたします。お、あっちゃん、ありがとうございます。クレーム、はい、を使っていく。よいしょ。ピカヤン、お便り送ってくれてありがとう。なんか褒めてないじゃないの。褒めてるか。まあいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。照れる、照れる、褒美をやろう。いいですね、いいですね。柳井さん、柳井さんお願いいたします。食べ放題、とても楽しみです。あなたのおかげです。ありがとうございます。普通ね、普通ね。またこのフォーマルな格好してるからなおさらいいかね。でですね、はい、改めまして、ラジオネームピカヤさんにはデジタルになっちゃいますが、皆さんのサインをお送りしたいと思います。なるほど、はい、わかりました。こちらですね、ピカヤンさんへと書かせていただきますので、改めまして、よろしくお願いできればと思います。じゃあまた。まとめてお願いします。はい、月のゼロアニは6月20日21時からの放送になります。それでは皆さん、せーの、またねー。この番組は株式会社トゥー、株式会社トゥーマーカプロダクツ、株式会社ひふみ書房、イタイン堂の提供でお送りいたしました。あやちゃん、絵うまいね。何使ってるの？コピックです。コピック？コピックは株式会社トゥーが作っている高品質のカラーマーカーで、発売されてからもう30周年、プロの方から一般の方まで幅広い層の人に愛されているんですよ。発売から30周年、へえ、ロングランだね。30周年を記念して特別サイトには漫画家さんからの様々なサイン色紙が展示されていて要チェックです。へえ、私もコミック使ってみようかな。株式会社トゥー、株式会社トゥーマーカープロダクツ。どうも、柳井太くんです。こんばんは。今日は傑作、ワルハラ、いい戦場のアート号の宣伝です。ワルハラとは何かというと、全感覚没入体験型バーチャル空間内に作られた戦場で、人間のようにものを考え話すことのできるノンプレイヤーキャラクターの兵士を数百、数千人単位で互いに戦わせる作戦級戦術シミュレーションゲームのことです。複数のプレイヤーが集まって戦うクラン戦ともなると、大地を埋め尽くすような数万の兵士たちが大迫力の戦いを繰り広げます。そんな中でプレイヤーは敵と戦術の粋を尽くした駆け引きを楽しむのです。この物語の主人公ヤタケイトはワルハラに熱中していたゲーマーの一人です。しかし、とあるクラン戦で全滅しかかった味方を救ったことで、人類を超越することを目的とする人工知能に目をつけられます。
ケイトが人工知能にはないクードゥイユ、つまり選曲眼の持ち主であったからです。ゲームで人類に完全勝利した人工知能は次に現実世界で挑んでくると思われます。世界の破滅を防ぐには人類はまだ高い壁であることを人工知能に実力で示すしかありません。しかしケイトはまだ高校生の少年、電脳自衛隊のおっさんたちはそんな彼と一緒に戦ってくれるでしょうか。またライバルの美少女はけなげでおっとりした副官美少女 NPC やプレイヤーに課金させるため幕礼業に持ち込もうとするエロエロ NPC の活躍をぜひぜひご覧ください。その手に勇気を、ブレイブ文庫。